ハエガタキを、はい、忍びガタキを忍び、持って番組のために大切。1945年8月15日、天皇によって日本国民に終戦が告げられたこの日は、いわゆる終戦記念日として知られていますが、正確には戦争が終わった日ではないということはご存知でしょうか。実は8月15日以降も各地で戦闘行為は続けられており、世界的にも8月15日を終戦の日としている国は日本以外にほとんどありません。こんにちは、大成です。現在終戦記念日とされている8月15日は、文字通り戦争が終わったことを記念する日ですが、正確に言えば戦争で亡くなった方を追悼し平和を祈る日であって、日本が正式に降伏した日でもなければ、戦争が完全に終わった日を表しているわけでもありません。確かに8月15日を境に兵士に対して積極的な攻撃はやめるようにということは伝えられていましたが、様々な事情からすぐにその戦いがやむことはありませんでした。今回はそんな8月15日以降にも続いていた戦いを3つ紹介し、なぜ終戦の日が日本と世界で異なるのか、そして戦争が正式に終わった日はいつなのかといったことをお話ししていきます。終戦を知らなかった兵士。終戦から遡ること1年ほど前、現在では人気のリゾート地となっているサイパン島で、日本軍対アメリカ軍の大規模な戦いが行われました。このサイパン周辺の島々は当時日本が管理していましたが、日本本土から比較的近い場所に位置しているため、もしもアメリカにサイパン島が取られてしまうことになれば、その後日本の大部分がアメリカの戦闘機の攻撃圏内に入ることになります。そのためサイパン島は絶対に守らないといけない領土の一つと決められており、日本軍はアメリカ軍とのとてつもない死闘を繰り広げていきました。アメリカ軍も戦略上このサイパン島を重要視していたことから、圧倒的な軍事力を投入していましたが、日本軍はどんなに不利な状況に陥っても撤退や投降という選択は取らなかったため、この戦いはわずか1ヶ月足らずで壮絶な結末を迎えます。日本軍全滅。窮地に立たされた日本軍が残っていた兵士全員で玉砕覚悟の総攻撃を行った結果、アメリカ軍に完全に壊滅させられてしまったのです。こうしてアメリカ軍はサイパンの占領を宣言し、日本軍のトップもサイパン島を諦める形となりましたが、サイパンの戦いはこのままでは終わりませんでした。軍隊としては壊滅した日本軍でしたが、実は4万人ほどいた兵士のうち150人ほどが生き残っており、この生き残った兵士たちが各々でグループを作りながらアメリカ軍に対する局所的な攻撃を続けていたのです。そしてそんなサイパンの戦いで生き残った日本兵の中でも有名な人物が大場栄大尉です。大場は47人の兵士と戦いに巻き込まれていた民間人を率いて、洞窟やジャングルに隠れながらアメリカ軍との戦いを繰り広げていました。この時サイパンにはアメリカの兵士が約4万人もいましたが、大場の見事な戦術に手を焼き、一向に決着をつけられないでいました。その戦いぶりは敵であるアメリカ軍も感心するほどだったと言われています。そんな戦いが1年ほど続いた頃、ついに終戦の日が訪れました。しかし日本から遠く離れたジャングルにいた大原は、日本から直接情報を得ることができていなかったため、終戦はおろか日本がとっくにサイパンを放棄していたことも知らず、未だ援軍が来ることを信じて戦いを続けていきます。その後大場はアメリカ軍から終戦の情報を聞かされることもありましたが、これを罠だと考え、絶対に自ら投降するという決断を下すことはしませんでした。最終的に大場は自身の上司から命令を受けたことで、1945年12月1日に率いていた兵士たちと共にアメリカ軍に投降し、サイパン島での壮絶な戦いは幕を閉じることになりました。ちなみにこの大場大尉の話は太平洋の奇跡という映画にもなっているので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。このサイパン島の戦いでは、戦争が終わったことを知らずに戦い続ける人が多くいましたが、日本本土では終戦を知ってもなお戦いを続けた人たちがいました。沖縄最後の特攻作戦。1945年3月26日、アメリカ軍によるケラマ諸島への上陸を皮切りに始まった沖縄戦。日本は
1944年から熟練のパイロットの不足や高性能な戦闘機の不足によって敵に効果的なダメージを与えられなくなっていた現状を打開するために戦闘機ごとターゲットに体当たりをするいわゆる特攻作戦を行っていましたが、そんな特攻作戦は沖縄戦でも展開されていました。そしてこの沖縄戦で特攻作戦を指揮していた人物が宇垣まとめ中将です。沖縄での大規模な戦いは1945年の6月には終わっていましたが、その後も日本軍は次に想定される九州での戦いに備えながらアメリカ軍に対して散発的な攻撃を繰り返している状況で、宇垣率いる部隊も九州の基地から沖縄周辺にいるアメリカ軍への特攻作戦をたびたび行っていました。そんな中日本は終戦を迎えます。そして1945年8月15日の正午、天皇が終戦を告げたいわゆる玉音放送を聞いた宇垣はこんな決断を下しました。最後の特攻をしよう。通常であれば戦争が終わった後に勝手に軍隊を動かすことはご法度ですが、宇垣は玉音放送は戦争をやめるということを国民に報告しただけであって停戦の命令ではないとして自らも部隊に加わり最後まで特攻の精神を全うすることに決めたのです。こうして宇垣は22人の部下を引き連れ、玉音放送が流れてからわずか数時間後に大分の基地から沖縄へと飛び立ちます。この沖縄における最後の特攻では5名が不時着して生還しましたが、宇垣含む残り18名は全員死亡、アメリカ軍へのダメージはゼロでした。戦時中に軍隊を率いていた人が責任を取って自決するということは美談として語られることもありますが、この宇垣による特攻は終戦を知った後に独断で兵士を動かし未来ある若者を道連れにしたとして批判の声も多くあります。ここまでは終戦の事実を知っているいないに関わらず戦争を続ける意思を持っている人たちの話でしたが、中には戦争をやめる意思を持っていたにも関わらず仕方なく戦いを続けることになった人たちもいました。北海道を守る戦い、太平洋戦争で日本と戦っていた国々は日本が負けたことを公に公表した8月15日を境にほとんどが攻撃を停止しましたが、中には攻撃の手を一切緩めなかった国があります。それがソ連です。ソ連は太平洋戦争が始まる前から日本とはお互いに攻撃し合わないと約束をしていましたが、終戦ギリギリになって日本への攻撃を始めていました。そしてその攻撃は終戦を迎えると緩めるどころか激しさを増していきます。ソ連の目的は千島列島および北海道の東半分を占領すること、その先駆けとして攻撃したのがソ連本土の目の前に存在するシュムシュ島でした。玉音放送が流れてから3日後の1945年8月18日、ソ連軍は未だ日本軍が多く残るシュムシュ島への奇襲攻撃を開始。シュムシュ島にいた日本軍はこの時敗戦を受け武装解除を進めていましたが、このソ連軍の上陸によって突如自衛のための戦いを強いられることになりました。両軍はすぐに激しい戦闘状態となりましたが、この戦いは日本側に優位に進んでいきます。実はこのシュムシュ島を含む北側の地域ではこの時までほとんど戦闘が起きていなかったので、日本軍は兵力や武器を比較的温存できていたのです。日本軍はその日のうちにソ連軍を上陸地点まで追い返すことに成功しますが、このタイミングで上層部から戦闘停止の命令が出たため必要以上の攻撃を中止し守りに専念します。これに並行して日本は降伏の意思を示しながらアメリカを通じてソ連に攻撃をやめるように働きかけもしましたが、ソ連はなかなか攻撃態勢を崩しません。結局ソ連軍の上陸から3日後に日本軍の降伏が受け入れられ、シュムシュ島の戦いは終わりを迎えました。その後ソ連はシュムシュ島をはじめ千島列島、そして北方四島にまで上陸をして日本軍の武装解除を行い、次々と実効支配を始めていきましたが、このシュムシュ島での日本軍の抵抗がなければソ連の最初の計画通り北海道まで侵略されていた可能性が高いとも言われています。今回紹介したお話以外にも8月15日を過ぎてもしばらくは至るところで戦闘が行われていたわけですが、こういった戦争状態が正式に終わった日は一体いつなのでしょうか。世界的に終戦の日として認識されている中で一番多いのは9月2日もしくは
翌日の9月3日ですね。これは日本が負けを認めた文書に実際にサインをした日というのが根拠になっています。ただ国際社会ではお互いの国の関係を正常に戻して平和のために活動していきましょうという約束をして初めて戦争状態が終わったとみなされるのですが、日本がアメリカとこのような約束を交わし、その約束が実際に有効になったのは1952年の4月28日のことなので、本当の意味で日本とアメリカとの戦争が終わった日はいつかと聞かれたら4月28日ということができるかと思います。では日本が終戦の日と定めている8月15日とは一体何が起こった日なのでしょうか。8月15日は天皇によって降伏することにしたから敵対行為はもうやめましょうということが国民に伝えられた日なので、厳密には終戦ではなく休戦の宣言を出した日とも言えますね。ちなみに細かいですが、実際に日本が降伏すると決め敵側にその最終的な意思を伝えたのは前日の8月14日です。もちろんこの動画で8月15日を終戦の日としていることを否定する意図は全くありません。天皇から終戦の知らせを聞いたその日が当時の多くの日本国民にとっては実質的に戦争が終わった日なので、8月15日を終戦の日として追悼を行うことに異論は一切ないです。ただ現実にはそこで戦争がぴったりと終わったわけではなくて、世界的には9月2日を正式な終戦の日と考えている国が多くあり、完全に戦争状態が終わるまでにはそこからさらに7年もかかったという事実。そしてそういった日付に関わらず、最前線にいた方々にとってはそれぞれに終戦の日があったということは知っておいて損はないと思うので、今回このような動画を作ってみました。この動画が良かった、ためになったと思ってくださった方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。